福原良次郎から1932年1月17日は、明治時代から大正時代にかけての日本の文部官僚。号は、蘇す。文部次官、東北帝国大学総長、学習院長、帝国美術院長、貴族院議員を歴任した。桑名藩士、福原祐秀の次男として生まれる。共立学校、第一高等学校を経て、1892年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。逓信省司法となり、官房兼郵務局勤務。1893年7月、内務省に移り内務属となる。同年11月、社寺局神社課長に就任し、以後、内務省参事官、奈良県参事官、奈良県警察部長、鳥取県警察部長などを歴任。1897年3月、文部省に典事参事官に就任。1899年5月、文部省から教育行政法の研究のため派遣され、ヨーロッパに留学。1901年に帰国し、同年7月、検問部省書記官となる。以後、総務局会計課長、専門学務局長、兼文部次官心得、文部次官、兼専門学務局長などを務め、1916年10月に退官した。退官後の1916年10月5日、貴族院議員に勅選され、同政会に属し死去するまで在任した。1917年10月、第3代東北帝国大学総長、1922年11月、第14代学習院長に就任。1924年8月、帝国美術院長となり1931年11月まで務めた。また1929年10月、学習院長退任に伴い宮中顧問官となった。1911年2月から4月まで続いた夏目漱石のいわゆる文学博士学位授与問題で政府側における責任者の地位にあったのが当時文部省専門学務局長の任にあった福原であった。ありがとうございます。